ウ和ジマヤとは、アメリカ合衆国のワシントン州シアトルに本社を置く、スーパーマーケット。アメリカ北西部最大の日系スーパーマーケットで、日本食をはじめとするアジアの料理、食材や雑貨を販売している。日系企業と手を組むことも多く、いくつかの店を、木の国や書店とパートナーシップをとって運営している。ほか、パリミキなどが出店している。 経営は創業者一族によって行われており、会長をはじめ社長などには親族が就任している。会長の森口富雄は日系人向けの法事士である北米法治の発行人をはじめ日系コンサーンズ全米日系人博物館国に貢献した日系アメリカ人の歴史を語り継ぐ国立日系アメリカ人記念財団の理事なども務める現地日系人社会の功労者であり、 2005年にはアメリカ人の対日理解促進と日系人の福祉工場における功績で朝日賞受賞を受賞している。本社はシアトルのインターナショナルディストリクトにあり、当社が運営する宇和島屋ビレッジと呼ばれる施設の中に入居している。宇和島屋ビレッジは店舗部分とアパートメントに分かれており、店舗部分には宇和島屋のほかきの国や書店、パリミキなどの店舗、 銀行、フードコートなどが入居している。アパートメントは176個あり、総面積は合わせて66000平方メートルある。シアトル郊外のワシントン州、ベルビューとレントン、そしてポートランド郊外のオレゴン州ビーバートンに支店が存在する。各店舗には、スーパーの他に、アジアの料理が食べられるレストランやカフェなどが入居しているほか、ビーバートン店には、 木の国や書店が入居しており、日本やアジア言語の書籍を購入することができる。上島屋、ビーバートン、ジョージマ島ン治は、シアトルマリナーズとの契約発表のインタビューの中で、シアトルには、上島屋さんというスーパーがありまして、嫁の心をつかんだんじゃないでしょうか。決めて上島屋さんじゃないでしょうかと答えている。上島屋はこれに答えて、歓迎のコメントを発表したり、 横断幕を設置するなどしている。上島屋は1928年に森口藤松によって設立された。森口は現在の愛媛県岩田浜市の出身で、上島市で商売を学んだ後に渡米し、ワシントン州タコメで働いていた。当時ピュージェット湾地域では製材所や港湾で多数の日本人が働いており、上島屋は彼ら向けに豆腐やかまぼこなどを製造して、 トラックで販売したり、商店を営んだりしていた。1942年に太平洋戦争が勃発すると日系人は収容所に収容されることとなり、宇和島屋は一旦業務を停止することとなった。その後戦争が終わり、日系人が解放されると、宇和島屋はシアトルに位置を移して再開した。店舗は戦前、日本町として栄えたサウスメインストリートにあった。また、 この時期から日系だけでなく他のアジア系やそれ以外のニーズにも対応した品揃えを行うようになっていった。1960年代に入ると宇和島屋は大きく発展することとなる。そのきっかけとなったのは1962年にシアトルで開催されたシアトル万国博覧会であった。万博に出展したことで知名度は大きく上昇し、また地元での評判も上がったのである。 さらに、経済発展に伴って、日本から、多くの船員や、企業などの駐在員がシアトルを訪れるようになった、ことも、宇和島屋にとって、プラスとなった。1970年には少し南の、キングストリート沿いに移転し、店舗も2万平方メートルに拡大された。急激に人口が増加し、また、日本人駐在員も多く住む地域であったことから1978年には、 ベルビューに、さらに1998年にはビーバートンに出展している。2000年にはシアトル店がさらに南のチャイナタウン付近に移転し、上島やビレッジをオープンさせた。ありがとうございます。